やっとできた。こんばんは。またショールームがなんかね、配信ボタンが押せなかった。ちょっと遅れました。こんばんは。パパ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 パ。なんかもっとかゆい色。コン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 、こんばんは。コンコンコン、こんばんは。こんばんは。よいしょ。ふぅ、やっと金曜日、平日終わりましたね。お疲れ様です。ちなみにお休みメールの写真より前髪切りました。うん、わかるかもね。ちょっと若干切りすぎないぐらいに切りました。こんばんは。ムムさん、だるまありがとう。何が A？ こんばんは、こんばんは。やっほー、ちょうど帰宅。こんばんは。おー、ゆみやんさん、ハッピーバースデー、おめでとうございます。ひー、今日も今ちょっとだけ若干空腹だけど、ちょっともうこんな時間なので早く寝て、明日のご飯を楽しみに寝よう。今日は今まだ眠くない、珍しくない？今11時半前なのにまだ眠くない。ふなっちさん、ももありがとう。そう、この服、肩がしっかり、初めて見た、この、肩パッド入ってる服、初めて。でも私、こっちの方が着痩せするかも。なんか、カクカク見えて。そう、かっこいい服に見えるよね。でも全身で見たら、これ、若干ミニスカートなワンピースなんですよ。だから、なんか甘辛みたいな服装になってます。今日はミディアムぐらいの長さのロングブーツを履いてました。そう、今日こそなんか全身写真漏れそうな服だなと思ったけど、撮れる時間なかった。撮れる場所もなかったけど、そう、なんかかっこいいよねこれね、ジャケットちゃん。なんか細身の、腕とかが細身だから着痩せして見えるし、うん。ジャケットバチバチ。中のやつはあれです。この間ベージュ着てた。ワンピース。見えんわ、全然。こういうやつ、ワンピース。なんか羽織みたいな感じで着てますね。そう、ミニ丈なの。これ、ワンピース。だからね、甘辛コーデになってます。そう、こんばんは。やっほー。お散歩こんばんは。りょたさん、かわいい、ありがとう。たたたたた。のんのんさんも、キャンディー、ありがとう。そう、なんか今日顔が漏れるね。襟がついてるからかな、なんかピリって見えるんかな。今日の顔漏れてるけど、アホ毛がすごい、髪の毛ふわふわしてる。ふわふわふわだね。お似合い、やったね。やってやったね。多分私の骨格の服じゃないけど、いいやって思って着てる。ナチュラルっていう骨格は肩幅がしっかりしてるからこんなの着ちゃいけないし、足もズボンが似合うって言われてる。なんかダボダボのズボンが似合うって言われてるから、ミニスカートなんて着ちゃいけないんですけど、真逆の格好してるけど、でも漏れてるよみたいな状態なのです。そう、こんばんはでございます皆さん。やっと土日が来るって書いてこう。来る。でも私あれだな、骨格ナチュラルやけど肩が若干なで型だから、肩パッド入ってる方が漏れると思うんだよな、多分。分からんけど。どうか、なんか漏れてる気がするな今日。
ミニスカート、でも直接お話し会はちょっと期待してもいいかもしれん。みんなまだ試着してないから分かんないけど、うん、来るか迷ってる方来る。おー、ありがとう。みほり気になってからチキお申し込みありがとう。チキも申し込み中です。ぜひぜひぜひ。そう、今日はね、肩パッド入ってる。初めて来た。来てから気づいた、肩パッド入ってること。ほら入ってる。あ、なんかバグったバグった。大丈夫かな。そう、でもミニスカートアウターに困るんだよな、いつも。どうしようかな。でもあったかいよね、日曜日あったかいから、まあいけるよね。しかも夕方で終わるし、私の話からいけるよねって思ってるよね、肩のシルエットがなんか違う。そう、なんかシュッって感じに見えるそうね、言うて直接話しかあんま見えない。そう、あの机があるから下見えないんですけどそうなんだけどね80年代っぽく肩パッドいっぱい入れて。え、肩パッドって肩パッドだけで売ってるの？あれね、テレレレレテレレテテンテレレレテレレテテンテレテテンテレテンテテンが肩パッド入ってるよね。その年代かいなその年代かいなね。どうやかね。ね、直接話すから机いらん気がする。だってさ、握手せんやん、ここに手置かんやん。机いらん気がするね。いやでも、まあ恥ずかしいけど、ずっと出る足元まで見えるのはちょっと恥ずかしいけどね。あ、10歩ぐらい下がって、じゃあ下がってほしい人は言って、私の声聞こえなくなるかもしれんけど叫ばないとうんうんあ、そうだ、机いるわ。マイク置けなかった。うーん、辛いね。あれだもんね、マイクとスピーカーを通さないと私たちはまだ話せないのでダメだった。そういえばそうだった、そうだった。まあ生でこのあの距離で目を合わせられるってことだけでも私は嬉しいですけどね。グーカナピーニー。ふん、ね、ゼロ距離で、うん、やりたいよね。こんぐらい近づいてね。でもさ、なんか四国のツアーの時のお話できたやつはめっちゃ近かったけどね、マイクないからめちゃめちゃ近かったけど、うん、そうね、マイクに近づいて話した方がいいです。結構身長高い方が申し訳ないんだけど、そう、だから結構可愛いサイズの女の子とかはめっちゃ話しやすそうな高さなんだけど、身長高い方は結構苦しいかもしれない。若干しゃがまないとっていう感じ。本当に近づかないとマイクが声を拾ってくれないから、前回はまあまああのマシになってたんですけど、でもやっぱり聞き取りやすい方と聞き取りにくい方がおるかも。やけんね、ぜひ、あの声が大きい方は大丈夫です元からけど、背が高いくてマイクに遠いよって方はちょっとだけしゃがまないとわからんかもしれん、もしかしたら。で、私は 3,4 時間目から参戦だから 1,2 時間目の子に感想を聞いて考えます。うん、どうかな。大阪発声練習しといてください。よろしく。みほりんが一押しですっていう発声練習でお願いします。一押しじゃダメだね。みほりん単押しですっていう発声練習じゃないとダメだったぜひ。ノーマイクやばくね、声でかすぎん。でもたまにいるよね、そういう人。おもろい。マイクなしでガツコリ向上しろと。マイクなし来ますか、来てくれますか、うん、来てくれますかね。みほりん単押しです、みほりん単押しですっていう発声練習しといてください。よろしく。猫招きさん、花束ありがとう。パイナミさん、桃ありがとう。そう、隣がみちゅさん。前も
あれ前は違うか、なんかみちさん隣だったこと2回ぐらいない、私そんなことないかな、なんか記憶あるんだけど、どうかな、どうだったかな。で前あれかユナユナが隣だったりとか、みちさん隣の次ユナユナ隣のみたいな感じだったかな、前なんかそんな記憶があるけど、わかんないどうだったか。そうだからなんか何人かちょっと知ってる方が見えたりとかもしたりとかするけど、まあまあ手振るよね。手振るね。うん、そう、あきさんクッキーありがとう。うにゃ隣は次は、え次はなんか両隣に誰かいるんだよね、メンバー。あ、そうだ、このスマホ充電し忘れてて充電ないんだった。前回はなんか片方にしかおらんかったんやけど、あの通路挟んでみたいなとこだったから、だから両隣に誰かいるんだけど、あさって誰だったっけとか、ずっと2時間とも同じメンバーだっけ。モンブランさんハートありがとう。みちさんとココアさんなのか、おおお、あんま睨まれる人あんまおらなさそうやけど、私からどうかな。でも結構手振ったら振り返してくれる人嬉しい。他のとこにいるとか後ろとかにいる方とかでも結構見えてるんだね、遠くても。でも後から大変なので基本的にお話からカミングアウト。なるほどね、偉いと思います。まあ言っておけば、まあまあまあまだね。まだまだまだ。でもやっぱ自分のレーンに行くまでの通り道で他のレーン並んでいる方たちが見えるじゃないですか。そこであれあれあれみたいなことが結構多々ありますけど、まあ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 後で来るよねっていう顔で見ますね。手を振っててみほに手を振ってたねって言われるやつ言われちゃうね、どうするどうする、睨まれたいですか。じゃあいるのかなその時間に。どうかな、見間違いじゃないんだよね、なんか見たことある方いるんだよね結構。まあ別にいいんですけどね、私が見てるだけなんでいいんですけどね別に。うん、まあまあまあね、確かにオンラインではない楽しみ方、そうある意味楽しいでしょ、みんないじられるの好きだから知ってるもんね、みんな、なんかやっぱなんかちょっといじられるの好きだよね、みんな。だから見てるよ、全部見てるよ。隣のレーンからお叱りの声を受けた経験やばいじゃん。私はお叱りしますかね。ドッペルゲンガーもうめちゃくちゃな理由やな。めちゃくちゃもう迫られた、切羽詰まった人の答え。いやそうでしょ、大好物でしょうね。でも大丈夫じゃない、そんなことないのか。みんな同じ服着ていてお互い目立ちにくくやばいって、逆に見つけるよ。でも今回の話から初めましての方も増えとったら嬉しいな。どうなのかな、なんか大阪、なんか前より前結構大阪結構みんな来れとったかなって思ってたけど、今回の大阪は結構なんかあんま当たらんかったみたいなことを言っていただけてたので、めっちゃ感動いただけてたので、どうかな、初めましての方増えてるかな、久しぶりの方も多いだろうけどね。あ、ラストの会場、あ、そっか、これでラストか、今回の直接話会、そっか、なるほど、早かったね、もう7枚目が終わっていきますね、次の8枚目も楽しみですね。8
8枚目の表題もさ、私もまださ知らんけんさ、何も本当にみんなと同じ情報、あの TikTok に出ているあのセーラー服の衣装とかぐらいのしか知らんけん、曲調知らないからさ、早く聞きたいよね。楽しみ。なんかサラピーになんか曲の雰囲気は聞いたんだけど、曲自体聞いてないのさ、だからすっごい楽しみなのよ。そう、もう8枚目のさオンラインとかもさ受付始まってるから、8枚目も直接お話し会もさ開催されるじゃないですか。だから今回ね7枚目はラストで悲しいけど、まあ、また会える予定があるのが楽しみですね。そう、直接話すの楽しみね。そこそこ枚数ある、そこそこでいいんじゃない。やったね、待ってます、楽しみ楽しみ。どんななんだろうね8枚目。なんか雰囲気は聞いてるけど、雰囲気もみんなには秘密にしとくね。だけどね、どうなんだろう。8枚目の直接お話し会は関西から、あ、そうなの、逆にうーんってなってくるんだ。楽しみ。もう8枚目の予定も決まってるっていうのも嬉しいよね。なんか今後まだ会える予定がちゃんと分かってるっていうのが、うん。新曲披露いつだろうね。予定全然分からんけど、早く聞いてみたいですね。やっぱり STU の曲ってどの曲もいい曲で、頭に残る曲が多いなって私は思うんですね。私結構好きな曲調が多いし、私結構暗闇とか独り言とか、そういう、あとは無謀とか、そういうなんかちょっとそういう曲調好きなんですよね。だから次はどんななのか楽しみです。そう、次いつかなって不安になる状態よりね、そう、次がもう決まってるの楽しみすぎる。だってさ、もう9月まで予定一応決まってんだよ、オンラインお話し会とか。だからやばくない？めっちゃ予定決まっとる、スケジュール帳もうめっちゃ埋まるやん。めっちゃ嬉しい、楽しみやね。ふふふふふ。神戸のコンサート天空席から応援してます。天空席そんなんなの？なんか全然あの知らんけんさ、神戸の会場の状態というか広さというかキャパとか知らんけんさ、どんなんなのか想像ついてないんですけど、まだ。でもその神戸もあと、待って、今日11日、あと1週間か、神戸まで。はい、やばいね、なんか緊張してきた。筋トレ頑張ろう。やばい、緊張してきた、なんか声枯れてきた。2000人くらい入るの？マジか。なるほど。昇格への道に来てくれた方の人数ぐらいってことか。3階まであるの？そうなんだ。そう、ふーさんの卒業コンサートと同じ場所らしい。私たち参加してないからさ、行ってないんだよね。だから、わかんないんだけど、広さとか。全然。そう、一週間経つの絶対早く感じると思う。この一週間あっという間だと思う。もう多分追い込みというか、最後のまとめの時期だと思うから、もう、73コンサートに向けて。すごい、ドキドキの一週間で。バババババって進んでいきそうですね。楽しみだな。なんか衣装とかね、瀬取りとかもぜひドキドキお楽しみにしててほしい。こんばんは、やっほー。ねえ、コンサート、いや、コンサート、同じ会、公演、いや、お話し会、お話し会、コンサート、お話し会、公演だね。めっちゃある。5列目の僕すごいじゃん。
すごいじゃん、見つけたい。おお、キュキュキュなんて申し込んだ。おお、でも同じ空間にいて、その同じ瀬戸利を同じ時間にね楽しめるっていうのは、そこにいる人だけだから楽しみましょう。楽しみけど寂しいけどね、もう奈々さんがこれで本当に最後っていうのが結構ね、もう瀬戸利はね、もうもちろん知ってるんですけど、まあお楽しみということで すごい、1階の方も、3階まで見えたいな。コンタクトどう、めっちゃ強くしようかな楽しみ。そうね、神戸で何食べるかも。そうだね、神戸牛なのか元町とかの中華なのか、あとなんだろう、神戸ってご飯は何がある。あとなんか神戸のカフェとかなんかは結構見かけたりするんだけど、ネットとかでも。あと何やろ、私もだって他県の公園とかフェスとか行くときお弁当も楽しみだもん。お弁当もその場所によってさ結構違うからさ。でも私は今まで食べたやつで一番ね美味しかったし記憶に残ってるのは、吉田中浜田で B スタイルさんの CM の時に鳥久さんかなの焼き鳥弁当がめちゃくちゃ美味しかった。それが記憶に残っとうけど、グリル一平さん、あ、そっか、ハンバーグ、神戸牛を使ったハンバーグとかもありそうやし。いやでも中華街もそう、中華街のお弁当こんかな、小籠包とかこんかな食べたいな。そう、東京だとそう、それまだ食べたことないけど、オーベルジーヌのカレーのお弁当食べたい。あのかまいたちさんが楽屋弁当を紹介するみたいな動画、 YouTube のそれを結構見たりとか、あとあの徳井さん、しゃべくりとかに出てる徳井さんもうロケ弁とかなんか楽屋弁とかを紹介してるんですよ、めっちゃ動画で。それでめっちゃ興味あるの。あ、そう、チュートリアルのめっちゃ出てこんかった、チュートリアルさんか。そうで、なんかすごいそのやっぱ芸能人さんが食べたことあるトップなんか有名な楽屋弁当とかをですね紹介しとって、めっちゃ気になるわけさ。で鳥久さんのやつはたまたまそれ知らない頃に食べてて、めっちゃ美味しいなこの弁当って思ってたら有名なやつだったの。なんかその鳥久さんのお弁当来た時に、だってまなぶさんがこれやん、なんか来たよみたいな感じで若干テンション上がってて、なんかうわこれうまいやつよみたいな感じで言ってて、そうなんだって思って、何種類かお弁当があったんですけど、そうなんだ似てるの分かるのなんかこんな感じだよね、でも喋り方なんかそんな感じよ。なんか話しかけてくる時とかもなんか田中おい取るかみたいな感じやから、おい吉田みたいな感じやからそんな感じで、そう、 B スタイルさんの時はめっちゃまなぶさんとあんなに一日中おったことあったっけぐらいにまなぶさんおった、いやおったけど、まなぶさん今までもいろんな現場におったけどそう、その時お弁当一緒食べるってなかなかないよ、まなぶさんと。そう、なんか不思議体験じゃないけどなんかそうで、それで鳥久さんのお弁当を知った、めっちゃ美味しかった。焼き鳥がドゥーンって入ってて、唐揚げがでっかい、こんぐらいの唐揚げがバーンって入ってんの、バリうまかった。マジ食べたい、もう一回食べたい、東京行ったら絶対あの弁当もう一回食べたい、誰かよろしくマジ美味しかった、あの唐揚げが美味しかった。あのさ、片栗粉がめっちゃなんかまだちょっと若干白く残ってる系みたいな唐揚げ好き、美味しいと思った。俺たちの学ぶなのやめてよ、私たち STS の学ぶさんだから
めっちゃ、めっちゃなんかその弁当来た時にその印象残っとる。そういい感じの衣、そうなのよ。でなんか食べたいってなんかたまに思い返して、えこれってなんかお取り寄せじゃないけどなんかそういうのできないのかなと思って調べたけどできんかったよね。いやお弁当やからさ、ワンチャンなんかこっちにも配達してくれん、配達っていうか送ってくれるのかなと思ったけど無理だった。そうなんか、あそうかも、竜田揚げ系の衣かも。私あんま竜田揚げと唐揚げあんま違い分からんのよ、食べとう側としては。なんか片栗粉か小麦粉かみたいな、なんかそんな感じの違いらしいけど、で食べとう側としては分からん、サクサクの鶏って感じだから。めっちゃ美味しかったの本当に。でもなんか2個あって、普通にこっちはお米が普通のやつを焼き鳥弁当みたいなやつだやったんやけど、もう1個なんか鶏そぼろ弁当みたいなやつで、そっちにも唐揚げ入ってたんだよ。でお米の上に鶏そぼろも乗ってたんだって。そっちも良かったなーってちょっと思った。なんか白米よりやっぱ肉も乗っとる米の方がいいやん。だからうわそっちは良かったなってちょっと思ったけど、美味しかった。 B スタイルさんの時は常にお菓子がずっとあって、でお弁当もめちゃくちゃなんか昼も夜もバン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 来るんですよ。だからめっちゃ食べてて本当に。で帰ってからも3人でアイスとかお菓子食べたりしてめっちゃ幸せだった。そうそうなんよ、悩む。記憶力本当にやばいよね、食べ物に関する記憶力がえぐいんですよね本当。マジでもう一回食べたいですね。あとオーベルジーヌはいつか食べたい。だってオーベルジーヌっていうねカレーのお弁当があるんですけど、食べたことないですよ。なんですけどカレーご飯じゃがいもが丸々ポンって置いてあるんですよ。見たことあるんだけど、かまいたちさんが紹介しててじゃがいも何って思って、でもあのじゃがいもがめっちゃ美味しいらしい。どういうことって思って、そうだってじゃがいもカレーに混ざってなくて美味しいのって思うのに、美味しいってめっちゃみんな皆さんおっしゃられるんですよ、芸能人の方が。食べたい、気になる、食べたい食べたい食べたいって思ってる、めちゃくちゃ。だからいつか東京のお仕事あるときよろしくお願いします。スタッフさん見てますか、よろしくお願いします。オーベルジーヌが無理だったらトリキューさんのでもよろしくお願いします。っていう感じ。熱く語りすぎましたね、ちょっとお弁当で。だからまあ日曜日のお弁当、なんかお昼はお米食べた方がなんか完食せんって思った。今日もママがお弁当作ってくれておにぎり食べたんだけど、今日なんかおやつ食べたいってならんかったんよ。夜までちゃんとお腹すかんかったんよ。あお昼にちゃんとお米食べればなんか微妙な時間にお腹すかないんだって思って、だから日曜日もお弁当は食べようかなって思うんだけど、お昼の。だから日曜日のお弁当を期待しています。何かな。でも奈々さんがさあのタルタルのチキン、タルタルチキンのお弁当好きって言ってるから、それかな、若干予想それだけど。そうお米食べることって大切やなってちょっと思いました改めて。なんか糖質制限とかしたらめっちゃなんか次のご飯までの時間がめっちゃ空腹になったりするんですけど、今日は全然夕方までお腹すかんかったから、お昼にお米食べた方がいいんやって思った。そう塚田農場さんのチキン南蛮弁当、奈々さんが好きなやつ。そうそう前のなんかどっか大阪なのか関東なのか忘れたけどのお弁当はそれだった。で渋谷の音かなんかの時も塚田農場さんだったから、ワンチャンって思う。あのタルタル美味しいよね、タルタルだけでご飯いけるで、お米をしっかり食べようって思ったからふりかけをまた持ち歩いています。最近一味唐辛子しか持ち歩いてなかったんですけど、ふりかけもちゃんと持ち運んでいます。今日も持ってたけど、今日はでもおにぎりにもわかめふりかけが混ざっとったから、あ使わんかったなっていう感じだけど。そうねタルタル美味しいよね、タルタルだけでも、タルタルなんかご飯茶碗一杯分くらいくださいぐらい思う
あのタルタル美味しい。ちょっと具が残っとう系のタルタルいいよね。で味濃いの。バーリーうまい。よだれ出そう。ふう。イカ昆布はね、開けたらね、冷蔵庫で保管ないよ。若干ソフトふりかけだから。だからイカ昆布はね、持ち運びにはあんまりできないんだけど、まあお米にあらかじめかけておいてお弁当として持っていくのはいいんやけどね。そう、イカ昆布は大袋だから持ち運べんくて。私がいつも持ち運んでるのは、田中食品さんの田中のふりかけ。あの、1回分の。をドドドって何個かバックリポンって入れて、そう。いや、やばいね、やっぱ食べ物の話ばっかりしちゃうわ。やっぱ食べ物話が盛り上がっちゃう。自分的にテンション上がるから我慢して。食べ物で飽きてる人は、でも飽きてなさそう、コメント的に。止まらん止まらん。そう、田中なんで田中を田中なので田中さんを持ち運ばせていただいております。みほりの家は卵焼き甘い派。甘い派。ママのやつめっちゃ甘くて、ちょっと焼き目がちゃんとついてる系の卵焼きが好きで、それです。簡単だった。中もふりかけ、ここからふりかけ、あー食べちゃったからもうないや。いつもここに入れてもやけどな。ね、この時間に食べ物の話やばいよね。今何分？もうあと10分で日付越しちゃう。56分ぐらいになったら教えてください。よろしくお願いします。甘めでちょっと醤油入れると、そう、醤油入れたらさ、ちょっと焼き目もつくじゃん。めっちゃうまい。この間私が作った卵焼き、それだった。醤油と砂糖でできた卵焼き、この間作ってめっちゃ美味しかった。そんな感じの味が大好きです。しかも私が使ってるのは九州醤油だから、甘いからさ、元から。そう、でもしょっぱいのが食べたい日もある。なんかしょっぱいのとか、あと韓国の方の食べる卵焼きってしょっぱいのが普通なんですけど、結構で中に結構ネギとか刻んだ人参とか入れるんですね、韓国の方の卵焼き。それも美味しい、歯ごたえあって。私どっちでもいい派です。結果白だし。なるほど、白だしの食べたことないかも。どうかな、でもだし巻き卵も好き。あの料亭とかで食べる系の。料亭じゃないの、そんなおしゃんっていうか、そんなお高く泊まってるやつじゃないけど、お店とかで食べるだし巻き卵でプラスだし巻き明太卵焼きだったらもう優勝です。中に明太子入ってるだし巻きのじわじわ卵焼き、あれマジ美味しくない？ちかっぱ祭の帰りにさ、あのご飯食べれて、帰りにそれ頼んで美味しすぎてもう一皿頼んだもん。ってくらい美味しいよね。卵ってあんであんな天才だよね。甘くもなれるし、しょっぱくもなれるし、だしにもなれるし、どういうこと？美味しすぎんか。そう、旅館の朝とかにある。わあ食べたい、美味しそう。今日卵焼き食べたのに。今日卵焼き弁当って言っていいぐらいのお弁当をお昼持っていきました。移動中に食べました。そう、あ、納豆卵、あ、でもどっかお店で、なんか地元で好きな焼き鳥屋さんがいくつかあるんですけど、その中の一つの焼き鳥屋さんで、卵焼きじゃないけど、あの納豆チーズオムレツがあって、めちゃくちゃ納豆も入ってチーズも入っとって、とろけて、とろけながら伸びるみたいな、そのオムレツにケチャップをつけて酸味で食べるのもよし、マヨネーズでまろやかに食べるのもよし、一味をかけてピリッと食べるのもよしみたいな。美味しいよね、納豆ってあったかくても美味しいんだなってその時思った。だから卵って本当にすごいな、何にでも使えるな。そう、ママリンの卵焼き本当みんなに食べさせたいぐらいマジ美味しいんですよ。卵焼き弁当だった今日本当。卵焼きとお野菜と
なんだっけ、キュウリの酢の物とナムルが入ってた。そう納豆とマヨネーズね、合う、うまい。あの指原さんとかも YouTube であのカレーに納豆とチーズとなんだっけ、あとなんか追加してたんだけど、そんな感じで食べてるのを見て真似して美味しかったんよ。で納豆と、納豆も発酵食品なんだけど、納豆とチーズとか納豆とマヨネーズとかなんかそういうなんかちょっと似た系じゃないけど、そういうの合うと思う。美味しい。お腹鳴る。うーん自分で自分苦しめてる今。そう食べ物の話する私いいですか。ありがとよ。そう納豆とキムチとか、そう発酵かけ発酵とかさ、そう、えカレーに納豆美味しかったよ私、えって本当に思ったよ最初。でもちょっとやりたいなって思って勇気を出してやったの。美味しかったよ。サッシーさんがやっとったからね。うん、でも絶対なんかキムチものしてもいいと思う。納豆キムチチーズとかのしてもいいと思う。もう何を食べてるのかわからないかもしれないけど、見た目的には絶対美味しいと思うそう安定に食べ物の話、本当にもう本当に申し訳ないくらい盛り上がってしまう。うん、そう納豆カレーなんてって思ってたけど美味しい。ご飯納豆マヨカレーの順に重ねるのが、その順で伝えてみよう。うん確かに、あー美味しそう美味しそうだね。そう目が生きてきた、目が覚めてきた。うんでも今日はあんままだ眠くないなってさっきも思ってたんだけど、目が若干覚めてきたわ。またあかんあかん、早くメイク落として寝よう。うん発酵食品のオンパレードだけど美味しい、体にいいしね。よいしょいやーなんかすくわね。しかもココイチでそう前納豆トッピングしたら結構なんか一パック以上あるよねぐらいの納豆かかってくるから、それも嬉しいなって思ったよ。なんか一パックやと若干足りんくない、なんかご飯なんかさ朝ご飯とかで納豆出てきてもさ、納豆の他にもさなんか鮭とかあるやん、梅干しとか例えば漬物とかだから、それとかで若干お米を減らしてから最後に納豆かけご飯せん、私だけかな。なんか納豆一パックってさご飯茶碗一杯に対してはちょっと少ないじゃん、だからちょっとご飯茶碗のお米を他のおかずで減らして最後に納豆かけご飯するから、だからココイチで納豆でも頼んだら2パック分ぐらいあるんじゃないかってぐらい入ってくるの、それはありがたいそうえ分からん、気がするだけかもしれんけど分かんないけど、分かるっしょ。なんか卵かけご飯とかするときもちょっと卵の割合高めが好きなのね私、つゆだくがいいというか、そんな感じで他のおかずでちょっと減らしてもうこのぐらいかな、もう時が来たなってぐらいの量になったらそう納豆とか卵とか入れて食べるよね。そうえ嬉しい、なんか仲間がいるわそう時が来たりそう 100g ぐらいのご飯が TKG にちょうどいい、そうなのよ。なんかご飯茶碗1杯分って150から200ぐらいなんですね、普通の人のご飯茶碗、それのちょっと減ったぐらい 100g ぐらいだね、が神です。マジやってみて、卵かけご飯はつゆだく。お56分ありがとうございます。では今日も安定の食べ物話で盛り上がったところでランキング読んでいきたいと思います。では22位のみほりん賞からいきます。22位は和牛さん、おいしそう。そして13位はオロチさん、12位フナッチアット中身ちゃんたおしさん、11位アツポさん、10位レグルスさん、
9位タイサーと初段ボーイズさん、8位渡辺さん、7位ジョーさん、6位大地さん、5位アスパラさん、4位アクアと自称みほパパさん、3位チョコミントリス、2位のんのんさん、そして第1位はリクさんでした。ありがとうございました。パチクリパチクリ。でまだ58分ぐらいな気がするの。どうかな体感。これさ何分まで詳しくわからん。58かな。まだ57。早っ。私ランキング読むのなんか57だと怖いから56にお知らせしてって言っちゃったけど、全然余裕だった余裕だったから自分で切ろうかな今日は。さあということでね、じゃあ金曜日までお疲れ様でした。土日は、そして特に日曜日はね、あさってですね、私とお話できる日が待っております。できる方は、できない方もぜひぜひまだまだメール返信とかいろんな配信とかのコメントでお話ししましょう。では明日は一回休憩してお休みの日でゆっくり過ごして、あさってに備えていきましょう。ぜひ体と心を整えてワクワクしながら、緊張しないでお楽しみに。ということで最後にじゃんけんして終わります。最初はグー、じゃんけんグー。ありがとうございました。ではおやすみほー、またねー、ありがとねー、バイバーイ。